こんにちは、ネトです。前回、腰痛が改善する運動についてお話ししました。で、上半身と下半身がありまして、この中半身を運動不足になってますので、それで痛みが出てますから、この中半身を運動させて、で中半身を固定せずに、上半身と下半身ですね、連動するように動けるようになれば、腰痛が改善するというお話をしました。じゃあ、この中半身の運動をしたらいいんですけど、どういう運動がいいかということを今日はお話ししたいと思います。中半身、骨盤周りの運動といくと、骨盤周りをこう揺らしたりとかですね、今いろんなダイエット法とかで骨盤を動かす、方法が、流行ってたりもしますけども、そういうのは結構激しすぎたりとかして、逆に痛めてしまったりとかで、やってても腰痛が良くならなかったり、痛みを我慢してやったり、腰痛がなかなか改善しないという方がおられます。で、私たちがここで推奨している中半身の運動っていうのは、そういう激しいものではないですし、頑張ってやるものではないです。で、どういうふうにやるということなんですけども、まずこういう感じで椅子に座って行います。で、もしこれが痛いようであれば、他にもですね、やり方がありますので、これはやらない方がいいです。痛くなくできれば、この方法をやっていただくと中半身の運動になります。で、まずやってみますけども、ここに骨盤というものがあります。ちょっと腰の前習いで腰に手を置く部分ですね、ここを後ろにこう転がしてあげます。ちょっと腰をですね、こう後ろに倒して寝かせるような感じです。これも痛くない範囲でやってください。もしここまで痛いようでしたら、途中まででいいです。で、次にこの骨盤、手を置いているところを前に転がしてあげます。ゆっくりと、じわーっと転がしてあげてください。次に、後ろに転がします。で、できれば目線は正面面ですね。今度は前にコローンと転がしていきます。じわーっと転がる感じです。私は骨盤周り、中半身が柔らかいので、結構動きますけれども、運動不足の人っていうのは、ここが動きにくいんで、こんな風に滑らかには動かないかもしれないです。ですから、無理のない範囲で必ず行ってください。痛みを我慢したり、頑張ってこうぐーっとする。これは良くなりませんから、じわっと優しくですね、やってあげるんです。とてもこれは運動には見えないかもしれないですけど、これが非常に中半身、骨盤の運動になっています。それぐらい骨盤が運動できてないということです。骨盤を動かす運動をしていても、実は中半身が動いてなかったりっていうのは結構あります。これをじわーっと繰り返しやってですね、特にお尻の下の骨ですね、ここに座骨っていう骨があるんですけど、そこをちょうど当たる骨ですね、ミニトリになるんですけど、そこを意識しながら、じわーっと転がして、ゆっくり転がしてあげていくと、これは腰痛にいい中半身の運動になりますので、ぜひやってみてください。では、今日は以上になります。